楽くないですか大丈夫ですか大丈夫ですか、楽くないですかね。あのですね、っていうのを確かめたかったっていうのがあるんですよ。あの実はですね、あの今僕ね、その配信ソフトで、あの OBS っていう、あれですね、アルファベットで OBS というね、要はそういうツールを使ってやってるんですけれども、実はですね、ニコ生でもそれを使ってたんですよ。ニコ生で使ってるやつと全く同じ、その要は配信ソフトを使ってて、でここまで差が出るのかと。要はニコ生だともうカクカクになって最終的に油になって死亡みたいな、うん、で、あのこっちだとそのままできるんですね。あ、すごいですね。ってことはやっぱり今回は別に僕の回線っていうよりも、あの僕のその回線があのニコ生に、あの要は適応してないっていうことなんですね。あのどうでしょうかね、音とか割れてないですか。一応ちょっと確認しますね、うん、シャバダバシャバダバ、あ、大丈夫ですか。音割れてないですかね。音割れてないですか。大丈夫ですか。あ、全然大丈夫。あ、いいですね。え、めちゃめちゃ快適なんやけど、こんなことある。で、あれですね、うん、今のとこ割れてない。で、プラス、なんでしょうね、今、OBS っていう、ね、サイトで、サイトじゃねえや、ソフトでやってるんで、外の音も、要は捨てミキみたいな感じで、要は外部の、パソコンの音も拾えるようになってるはずなんですよ。ちょっと今、軽く流しますね。僕の、作った曲とか、じゃあ、軽く流していきます。これが大丈夫ですか？流れてますか？音でけえか？これも流れてる。バックグラウンドも流れてる。ああ、ありがとうございます。音でかいか？ごめん、音はちっちゃくする。音はちっちゃくしますけど、流れてる。あ、やったぜ。ありがとうございます。あ、流れてるんだ。あ、いいですね。じゃあもうなんだろう、じゃあニコ生が悪いんじゃん。じゃあもうニコ生が原因だったんじゃん。やべえぜこれは。いや本当に、ね、ちょっとニコ生にはちょっと待って、くしゃみがマジで出る、マジでくしゃみが出る。あ、すいません。失礼いたしました。すいません、今。申し訳ありません。ということでですね、じゃあ、音がちゃんと、割れてないかどうか、ちょっと確認させていただきたいんで、ちょっとね、僕の、曲をね、一曲、弾かせてください。ですね、この世の終わりみたいな演奏の投稿っていうんですけれども、これをですね、まあ、いつも、まあね、毎回放送でやらせていただいてるんで、そう、ゆうゆうた飲んでなくないというね、まあ、結局はですね、その飲みサーのね、人たちが、まあね、インスタで、そのね、コールをしている様を、投稿してしまったら大炎上してしまったっていうのを、曲にさせていただいたやつです。それでは、聞いていただきたいと思います。大丈夫かな。あ、でもいい感じだねこれ。マジで大丈夫だこれ。まあ行き過ぎコードから行くんですけど、舐めたら法華経、大津
ンバコンズーコンバコンチンゲンマンゲンウォーウォーウォーイエイエイエイイキキノキマンコンイキキノキチンコンイキキノキマンコンイキキノキゆかり飲んでなくない。ゆかり飲んでなくない。ゆかり飲んでなくない。パイマンコマンコチンコゴパイマンコマンコチンコゴパイマンコマンコチンコゴマンコショッパピル舐めたらホケキョウオズコマンコズコマンコチンゲマンゲマンコショッパピル舐めたらホケキョウオズコマンコズコマンコチンゲショッパーピール舐めたら保険狂おずっとバコツコバコチンゲーマンゲーヤーイキキノキオチンコイキキノキオマンコイキキノキオチンコイキキノキということでですね、まあね皆さん僕のことをね、まあ、初めて知る方もいらっしゃると思いますので自己紹介の方ねやらせていただきたいと思います。言ったこと鈴木言った東光学園中学高校卒業を首都大東京都市環境学部都市環境学科建築都市コース卒業かな
やっぱりこれツイキャス OBS でやると音質も画質もなんか若干いい気がしますね。なんかいい感じしませんか。なんか画質も音質もなんかちょっと上がってるような気がするんですよ。いや、いいですねこれ。うん、いやー素晴らしい。なんかすげー快適だな。こんなに快適でいいのかってぐらいめちゃめちゃ快適なんですけれども、どうなんだよ。むしろニコ生が、むしろ今までニコ生どうだったんだよっていう話じゃないですか。ちょっとこれなんとかニコ生もあれちょっと環境とか改善してもらいたいですね。だって同じソフトでやってんのにこんなに差が出るんですよ。ツイキャスでやるとこんなに軽くてニコ生でやるともう動かなくなるんですよ。あの、実はですね、僕あの昨日ですね、まあね、その立ち退き命令があの出まして、要は管理会社からね、まあ、いたずらだったんですけれども、それでね、そのなんかなんだろうな、まあ、それで俺が今後どうしていくかみたいな、そういう枠をニコ生で撮ったんですよ。で その時も本当に全然動かなくてもうなんでこんな大事な話してる時になんでこんな固まりっぱなしなんだよなみたいなね話だったんだけど、でもねその時になんかね、これからも俺はやり続けますって言った瞬間にね、なんか急に動き出したんですよ僕が。そのなんか急にそのずっと止まってたのが急にミュンって動き出して、なんかねそれがなんかね、エースでもなんでもないのになんかすげえなと思っちゃって、そう、あのタイムシフト見たんですよ。うん、タイムシフト見たんですけれども、そうですね、なんかびっくりしました。その時だけ動いてて静止画からなんか俺はこの先ももう出た時だけ動いてたんですよね。びっくりしました本当に。うん、感じですよね。うん、まあまあ昨日も言いましたけれども、まあそうですね、僕自身が変わらないことがやっぱり一番なんだろうな、まあ、被害がまあ少ないってわけではないですけれども、まあ、僕自身は一切ね、活動のね、規模を狭めたりとか、活動を、まあ、なんだろうね、自粛したりとか一切しませんということでですね、よろしくお願いします。